シャーロッツビルはアメリカ海軍の懲戒フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はバージニア州シャーロッツビルにちなむ。シャーロッツビルは海事委任契約の元ウィスコンシン州スペリオルのウォルター・バトラー造船で寄港した。1943年4月15日までは PG-113 と呼ばれた。1943年7月30日に J.E. グリーソン夫人によって、命名、浸水。1944年4月10日に、艦長、WF キャス沿岸警備隊隊員の指揮下収益した。1944年8月18日に、ニューヨークを出港。シャーロッツビルはソシエテ諸島のボラボラ島経由で9月29日に、ニューギニアのフィンシュハーフェンに到着した。その後ニューギニアとフィリピン間の対戦紹介及び、 戦団護衛任務に従事し、1945年3月6日に、レーテ島を出港、6月15日にワシントン州シアトルに到着した。ソ連海軍兵の訓練を行った後、シャーロッツビルは1945年7月12日に退役し、レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対与された。ソ連では、護衛艦を意味する EK の略号が付与され、 EK-1 と命名された。1945年7月23日には警備艦として太平洋艦隊に配備された。EK-1 はソ連におけるタコマ級警備艦の一番艦となった。EK-1 は8月15日に行われた気温上陸作戦に参加した。1949年10月17日に日本の横須賀でアメリカ海軍に返還された。 その後、1953年1月14日、日米船舶対応協定に基づき、第一回対応艦として、保安庁警備隊に対応され、末として収益した。同じく対応された、杉と共に同日付で、第二戦隊を編成し、横須賀地方隊に編入された。同年4月1日、第一戦隊軍が新編され、第二戦隊は、同軍に編入された。 1957年4月1日、舞鶴地方隊に編入。同年9月1日、看板号が PF-286 に変更された。1966年3月31日、特務船に区分変更され、1969年3月31日に除籍。1971年7月12日にアメリカ海軍に返還された。 シャーロッツビルは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。